大分県におきましても、導入をしたいというふうに思っています。安心して暮らせるというですね、社会がまあできてくるんじゃないかなと思います。これは今日佐藤知事が定例会見の中で明らかにしたものです。 LGBTQ など性的マイノリティの当事者のカップルを自治体として認めるパートナーシップ宣誓制度は、県内では臼杵市や大分市など6市ですでに導入されています。今年1月、県はこの制度についての調査研究会から、市町村格差などを解消するため県全体での導入が効果的とする提言を受けていました。早ければ来年4月にも導入したい考えで、導入されれば同性のカップルでの県営住宅への入居などが可能となるということです。